毎週木曜日、ちぐすまキッチンのコーナーです。今日の講師は料理研究家影山瑞希さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。失礼しました。先ほど私杉山さんとやっちゃいました。さあ、改めて今日のお料理は何でしょうか。はい、今日は煎り大豆ご飯とイワシの落とし揚げです。煎り大豆ご飯って珍しいですよね。はい、そうですね、はい、なかなか皆さんも豆をまくだけのものと思いがちなんですけど、今日はちょっと有効的に、ね、活用していきたいと思います。はい、では材料紹介します。材料4人分です。まずは煎り大豆ご飯、お米2合、水 400ml、 煎り大豆 40g、 塩麹大さじ1、塩小さじ1/2、そしてイワシの落とし揚げが、イワシのすり身が 200g、 白ネギが1/2本、生姜1/1かけら、大葉5枚、卵1/2個、味噌小さじ1、醤油小さじ1/2、片栗粉大さじ1から2、そして油が適量となっています。はい、ではちぐすまキッチンスタートです。さあ、まずは何からしましょう。はい、まずですね、煎り大豆ご飯の、はい、お米を洗っていきます。はい、はい、でよく聞く50度洗いをしていきますね。はい、お米をザルの中に入れていただいて、50度の湯の中につけていきます。はい、はい、これ大体どのぐらい。そうですね、大体、はい、30秒から1分程度この中で洗っていきます。はい、で50度洗いすることによって汚れや酸化物が取れて、うまみが増してお米が立つんですね。はい、普通はすぐにこう揚げなきゃいけませんけど、そうですね、50度の中だと、このお湯の中に汚れが出ても、はい、お米の中に戻ってこないんですね。はい、なので、30秒から1分つけてても大丈夫です。はい、50度洗いの後は、その後は通常通り水洗いをしてください。はい、2、3回でいいですかね。そうですね、2、3回程度水洗いをしてください。はい、そして今日は実際に50度洗いをして、はい、30分ほど浸したものを用意しました。そうですね、50度洗いして通常通り水洗いをして、その後、30分浸水させたものです。はい、はい、で今日は、はい、こちらのお米を入れていきますね。はい、今日は2合ですね。2合ですね。はい、はい、そして2合に対して、はいはい、は塩麹、はい、味付けはまず塩麹、はい、大さじ1です。はい、でこれが旨味とコクを与えてくれるんですね。はい、そして塩小さじ1/2です。はい、そして水を入れますね。はい、400ml です。はい、2合の目盛りの線まで入れていきましょう。はい、そして煎り大豆です。はい、はい、ここで煎り大豆、ね、そう、煎り大豆ね、入れていきますね。なかなかね、炊くという発想がないかもしれないんですけど、そうですね、仕上がりが楽しみです。はいはい、でこれは通常通り炊飯してください。はい、わかりました。はい、では続いて炊飯している間に、はい、2品目イワシの落とし揚げの作り方です。はい、でこちらは、はい、イワシのすり身ですね。はい、はい、あのすり身として売られているものもありますし、うん、なければご自分で、うん、イワシ買ってきて、はい、頭と内臓を取ってフードプロセッサーなので、はい、うまかくしてください。はい、はい、こちらに、はい、まず卵、はい、溶き卵が1/2個、はい、そしてお味噌、はい、小さじ1です。はい、そしてお醤油が小さじ1/2、はい、片栗粉が大さじ1/2ということですね。はいはい、でこれをまず混ぜていきましょう。はい、あ、まずは、はい、調味料などを入れた時点で一旦混ぜ合わせると、はい、片栗の分量は、はい、この粘り気で見たらいいですか。そうですね、はい、これで少し緩いなと思うようであれば少し片栗粉を足されてもいいかと思います。はい、はい、で混ざりましたので次に薬味を入れていきます。はい、はい、今日は白ネギが1/2本です。みじん切りです。はい、そして同じくみじん切りの生姜が1/2かけら、はい、そして大葉もすべてみじん切りですね。はい、ちょっと今日は薬味をね、たくさん入れてます。この生姜の香りがいいですね。はい、そうなんですよね。で青み魚ってどうしても、はい、ちょっと青臭かったりしますよね。うん、なので薬味を入れることによっていいバランスになります。なるほど。はい、今日薬味なんですけども、はい、アレンジ方法もあるんですよね。そうですね、薬味が苦手な方とかは、例えばこれにチーズ入れたりとか、はい、あとはレンコンをね、細かくしたものを入れていただいても美味しいかと思います。さんも喜びそうですね。そうですね。はい、ではこれで、はい、もう完成なので、あとは揚げていきましょう。はい、はい、2本のスプーンを使って、そうですね、上手に
俵型ですね。していきますね、はい、今日油の温度は、はい、大体170度ぐらいですね。大体何分くらい開けましょう。これはですね、イワシのすり身が上がってきて、はい、あとはいい色に、お好みの色になれば OK ですよ。浮いてくるのが一つポイント、はい、そうですね。浮いてきたことによって中に火が通っていることが分かりますので、うん、あとは好きな色に仕上げてください。はい、はい、では揚げている間に今日のフリップご紹介しましょう、はい、今日は節分ということで、節分とはそもそもですね、旧暦で4つの季節を分ける日ということで、立春立夏立秋立冬の前日のことなんですよね、うん、なので、まあ、本来節分は1年に4回あるんですが、やはり1年のスタートは春ということで、この立春に節分を行う方が多いと。で、まあ、豆をまいたり食べたりしますけれども、これ煎った大豆をまくんですよね。これなぜかと言いますと、拾いは捨てて芽が出ると縁起が悪いとされているそうなんです。ちなみにこの大豆にはですね、お米とかこの五穀には穀礼という精霊が宿っていると言われていまして、特にお米なんかよりも大きさが大きいので、より精霊がたくさんいるという考えられて、この鬼を退治するのに適していると言われているそうです。他にもですね、鬼の嫌いなイワシを飾ったり、あと横溝さん、はい、山口県では他にもありますよね。クジラ大きいものを食べる、ね、大きいものを食べるといいと言われている風習もあるということです。さあどうでしょう、はい、これ上がり具合は。そうですね、もう少しですかね。早いですかね。もう少し気持ちいい色がついた方がいいんですけど、だいぶね今上がってきましたね、うん、なるほど、はい。ちなみになんですけど、はい、イワシも食べることもありますよね、はい、イワシも大豆と同じように食べたり飾ったりするといいそうなんですよね、はい、これというのも、そのイワシを焼く時の香りが鬼が嫌いということで、同じように、ね、はい、イワシ料理を食べるのもいいとされているそうなんです、はい、ちなみに北海道では、大豆ではなく、おそらくほとんどの方が落花生そうなんですね、豆まきをするんですよ、何がいいかって、うん、行方不明にならないのと、拾っても割ってすぐに食べれるんですよね。大きいまんまなそうです、ね、落花生のピーナッツ、はい、この殻のまま投げる、はい、結構痛いんじゃないですか。いやでも柔らかいんで、大丈夫。ももしかするとお兄さんにとっては痛くないかもしれませんよね、はいはい、じゃそろそろいい塩梅に上がってきましたよ、はい、よかったです。はい、ではこちら、はい、いいでしょう、はい、で、もうお好みの色加減でいいんですけれども、はい、浮き上がったのがまあ一つの判断材料と、あとはお好みの色加減に仕上げてくださいね、なるほど、ね、もう上がったイコール火が中まで通っている、はい、そうですね、ということなんですよね、はい、さあではこちら、はい、ご飯の炊き上がりもやってみましょうか、はい、そうですね、うまく炊けているでしょうか、うん、オープン。おー、いい感じに炊けてますね。いい香りですね。すっごくちょっと茶色っぽい色、香ばしい香りがしてますよ。全体的に少し茶色がかってますね、お米の方も、うん、そうですね、塩麹も入ってますし、あと煎り大豆のね、色味も少しついてますかね。これグリーンピースの豆ご飯とはまた違った香りがする。そうですね、もう全くね違う系統の豆ご飯という感じですね。はい、ではこちらも盛り付けていきたいと思います、はい、さあうまくよそえるでしょうか。若干緊張しておりますさあこんな感じでいいかな。豆をちょっと、水木さんの方も盛り付けをお願いいたします。はい、こちらは完成しましたよ。はい、はい、今日は簡単に2品あっという間です。そうですね、はい、でも節分にもぴったりですからね。はい、では完成しました、煎り大豆ご飯といわしの落とし揚げ、はい。